あらさんこんにちは、ひこそれでは今回なんですけども、メルペイをこれまで使ってきて感じて思ったことなど、メルペイの魅力5つを簡単に解説ということで、今回は以前のラインペイの魅力に引き続き、メルペイの魅力についてお伝えします。この動画に関しては還元率などは省きまして、メルペイの機能面に関してフォーカスしてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまず早速1つ目なんですけども、メルカリのポイントが使えるということで、やはりメルペイの魅力といえばこれが一番にきますよね。あの、よく僕の動画でもお伝えしてるんですけど、 けども物とお金の循環が可能になってるんですよねこのメルペイっていうのがでメルカリで自宅で不要品を売って で、そこで売上金を銀行口座に出金ができるんですけども、なんとこのメルペイのおかげで、そのポイントを使ってお買い物をすることができるんですよね。なのでわざわざ出金の手数料も取られることなく、メルペイでの決済が対応しているお店であれば、スマホ1台で済みます。なので、メルカリユーザーの方からすれば、これはかなり便利な決済手段ではないでしょうか。二つ目はクーポンが素敵ということですね。これはどういうことかと言いますと、メルペイでは不定期ではあるんですけども、クーポンが送られてきます。 それがまた見事なクーポンでして、現在ですとセブンイレブンのコーヒーが11円で飲みたりとか、毎度このクーポンは個人的に楽しませてもらってます。まあこれまで他にもドラッグストアとかで20%還元のクーポンがあったりとか、メルペイは他のペイサービスが出すクーポンの中でも際立ってお得な時が多いので、まあこれはこれからもメルペイのクーポンにはちょっと期待しています。次3つ目は ID 決済が可能ということですね。現在メルペイではバーコードを提示するコード決済の他にも、かざすだけでお買い物 ができる ID 決済にも対応しています、まあ、これが可能になっていることによって、まだメルペイが対応していないお店でも、ID 決済が使えるというところであれば、メルペイでの決済が可能となっています。まあ、ここ最近になってメルペイ自体は使えるところは多くなりつつありますが、やはり僕個人として思うのは、ID 決済が使えるだけでも非常にありがたいですね。なのでよく飲食店とかでもメルペイの ID 決済を使わさせていただいてます。次に4つ目は、モバイルスイカにチャージが可能ということですねいや、これ本当に便利な サービスでしてなんとメルカリで売ったダーキンをそのままモバイルスイカにチャージできたりですとかキャンペーンでもらったメルペイポイントをモバイルスイカに入れたりすることができます結構メルペイのポイントに関しては期間が短かったりと何かと不便に感じる方も少なくないかなと思うんですがまあ、この方法であれば一旦モバイルスイカに逃がすことができるので僕もたまにこの方法は使っています最後5つ目は後払いが可能ということですねまあ、これは人によっては後払いに関しては偏見などがあったりしますまあ、そんな僕も 最初はあったんですけども、使い方を間違わなければめちゃくちゃ便利なサービスです。このメルペイでの後払いっていうのは上限金額を人によってバラバラなんですが、例えば3万円だったら3万円に設定すると、その3万円の中でメルペイが使える場所であれば決済ができます。そして月が変わったらその分の生産をコンビニや口座振り替え、あとは メルペを使っているスマホ内でも行いますその後払いのメリットはその3万円という限られた中で使うので計画的に使えるあとはチャージなどの作業もないのでそこに対しての不安もなくなる。 そして気をつけないといけないのはもちろん当たり前のことなんですけども期日までに生産をするということですね。まあこれさえ気をつければメルペイの後払いをかなり有効活用できるかと思います。一応今お伝えしたことをまとめるとこんな感じですね。メルカリのポイントが使えるクーポンが素敵 ID 決済が可能モバイルスイカにチャージ可能後払いが可能ということで5つざっとまとめました。まあそんなこんなで今回はメルペイの魅力5つについて簡単に解説をしました。まあメルペイに関しては細かい還元とかはあまりないんですけどもキャンペーンをする際は は結構大きく打ち出してきてるので今後については未知なところではあるんですがメルペイの今後の動きには僕自身は注目したいところではありますまあぜひですねメルペイの利用を検討されている方がいらっしゃいましたら少しでもまあ参考になれたら幸いです一応メルペイに関しての公式リンクではまだ始めてないという方のために招待コードも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました